NBA やばすぎるシュートオムレツ伝。 NBA を代表する元スーパースターながら NBA の歴史でほぼ唯一下からフリースローを放ったリック・バリー。彼のキャリアでのフリースロー確率はほぼ驚異の9割。スラムダンクの桜木花道のフリースローの時にも話が出てきましたよね。受け継がれる父の意思といいますか、実は現在 NBA に挑戦中のリック・バリーの息子キャニオン・バリーも下からフリースローを放つんです。チャック・ヘイズのフリースローもやばかったね。マイケル・キッド・ギルクリスト、君は飛ばす。そして変なフォームといえば僕の中でこの人、ショーン・マリオン。クイックリリースながらかなり独特なフォーム。それでもサンズでの全盛期はダブルダブル連発の攻守で超万能戦士。そしてマブスで勝ち取った一つのリングがそのフォームが間違ってなかったことを証明しています。ジョアキム・ノア。2010年代を代表するセンターの一人だったノアですが、風吹いてると言われるほどフリースローはバカにされていましたが、これでもキャリアで 70%。 ケビン・マーティンもこのフォームで素晴らしいスリーポイントシューターだった。みんなはシュートフォームって関係あると思う？今日は